あ、持ってみましょう。また浮上。敵に、人や動物に襲われたら、ひとたまりも即終了でやっております。あそこになんかすごく大きい木がありますね。初めて見ました、あんな大きい木。あんな大きい木は一応他に見たことあるか。レッドウッドエリアとかに大きいほどは大きくないのかなぁ。非常に大きく見える。遠くからでも視認できる程度に大きく。この辺とかもほぼほぼ生物の影を見えない。見ない。ほぼ何も出会いません。あの大きい木を目指してみましょう。これは一体、どういう木なんでしょうか？止まれるのかな？止まれはしない。あ、一応引っかかるんで、止まれるのか。ただ、あ、よかった。はい。クテラだからここまで来れますね。クテラだから飛行生物か。ちょっと一周ぐるって見渡してみましょう。こんな感じですね。ここに小島があります。ただ非常にこの木の密度は濃いんで、下に何があるのかほぼわかんない。そんな環境ですね。あ、海、水がある、水が。おー、ここも結構なんか、自然の地形みたいな感じになってますね。サスになる。ラグーンが、いい家が。ね、地理的な。多分こう、向こうの、こっちの奥からこっちの向こうに向けて、海流の流れがあって、そこら辺にあった砂がこうバーッとこうバーッとなったんでしょうね。向こうまで行けるかな。先っぽにたどり着きたいけど、下手したらスタミナ切れで降りてしまうことになる。降りられない。あれか、ちょっと止まれないかもしれない。ふぅ、よかった。あそこに火山がありますね。はい、行きましょう。こんなところです。下の様子は、わからないです。下怖くて降りられない。こんな木がうっそうとしてると。危険な生き物がいるんじゃないかと思って。行けないです。怖くて。もしもティラコレオとかいたら、ひとたまりもない。クテラでは。いや、全然飛べないですね。はい、チェック。今この辺りです。ほぼマップの右端に来れたかな。はい、ということで。行きましょう。こう、立体的ですね。狭そうに見えて非常に立体的です。こんなの人の足で歩いて上に登っていけるんだろうな、ね。このキノコがいっぱい生えてるのも特徴的ですね。すごい立体的。これもまた高い木ですけど、苔むしてますね。岩と一緒になってる。ほう。ほう。
にの、登れ、降りれ、あ、降りれた。やったー。よし。さあ、今度あそこの、トンネル島に向かって、飛んでいってみましょう。トンネル島に向かって飛んでいく。遠いね、これは。このエリアはすっごいこう、入り組んでいて、下のところとかも多分水が流れてるんですね。ここはちょっとゲリラ活動するにはいいかもしれない。中の生物がどうなってもほぼほぼ生物には出くわさないですけど、ほぼほぼ生き物に出会うことはないけれど、非常に木の密度が濃いエリアですね。ただ飛んでいるだけただ飛んでいるだけです。降りれるかな。うまく着陸できないと降りれないような気がする。降りたい。襲われたら即終了というのは、ここまでかなりのチキンプレイをしているので、襲われる可能性ほぼゼロですね。ゼロです。この辺の海岸線も非常に特徴的ですね。なんか、砂浜が狭い。すぐ岩場。あそこに一匹なんだよ。あ、ワニがいる。これ降りられない。絶対降りられない。ワニがいる。あれは何だろう？あれは何？パラソールロフス？岩みたいな。あ、バリオニクスですね。絶対降りれませんね、ここはね。ここは非常に危険な海岸です。わぁ。非常に危険です。ディプロカウロス。この海岸は非常に危険なんだけど、ちょっと、この、内陸部に入ってくると、ほぼほぼ生物の影を見ないという。まあ、まだ調節がアンバランスなんだけどね。下を見れば地獄、上は天国みたいな。なんか、この辺日本でもよく見る海岸線みたいな。足摺岬みたいな。足摺岬はよくある。地形じゃないけど。おー。こういう風になってます。海岸は。水の中にはね、残念ながらプテラなんで入れないんですけど。入れないですけど。海岸線をぐるっと行っております。なんかね、どっか住みやすいところとかあるな。自分の動画を後で見返して、ここら辺住めるやんけ、みたいな。情報として、生かしてきた。いませんね。ほぼ生物が。ここら辺も。海洋にもいないような気がする。中はもうめちゃくちゃ森林だし、人気もないという。生物もいない、人気もない。ここちょっと降りたくないですね。多分そこ降りると、なんか。あ、いますね。トリケラがいますね。多分木が、沼地みたいになってる。荒廃した沼地みたいになってる。わぁ。木の根っこが、うわーってなってるんですね。あーってなってますね。いけるか？よし。着地。まあね、ローカルとかでね、自分で、シングルモードとかなんだかで、わざわざクテラで行かなくても見えたりするんでしょうけど。
危険度というか、まあ、実際のマップ上でどうなっているか、昨日公開されたクリスタルアイズなんでね、アイリズなんで、1日でどの程度こう、人が入植しているのかみたいなところも、わかるんじゃないかなと思ったりするんですけど、今のところこう、見てると、ほぼ人はいないですね。人影、人っ子一人。人影がない。まあ、OC っていうね、オセアニアのマップだからっていうのもあるのかもしれないです。NA とかだったらね、と人が、荒くれたちがいっぱいいるかもしれない。あそこまで行けるかな？ギリギリ。ギリギリ。マップが重くなってきた。カエルの鳴き声は、カエルの鳴き声はゲーム音ではないです。雨を降って一日の夜。お、やばい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 。アルゲンタビスがいますね。アルゲンタビスに襲われて、まあ、巻くことはできるかな、プテラなら。戦えば負けるけど、逃げることはできる。こんなところで、フロントサウルスが引っかかってますね。さあ、多分これ浮遊島まで来たんでしょう。浮遊島まで来たんでしょうけど。こういう木って切れるのかな？確かめたい。確かめたいけど。下手したら。ついてこにして。OK。こういう木って切れるの？あ、これを、切り倒せる気でした。ここにワイバーンがいる。あんな襲われたら人たまりもないです。え？あ、プレイヤーですね。びっくりしますね。あ。プレイヤーに襲われました。ワイバーンで。はい。あー。トロピカルクリスタルワイバーン。もうやられちゃいましたね。ということで、今日はここまで。今日はここまでっていうかもう、ここまでしか紹介できませんね。唯一一匹だけのプテラだったんで。はい。以上になります。まあね、新しいマップができたんで、皆さん今のうちにね、場所を確保して、そこをこう、自分のテリトリーとして作っていくのもいいんじゃないでしょうか。この辺の上のエリアを自分で探索してください。何があるかもまだわかりませんけど。はい、ということでした。ほなまた。